けダブルチームでいく。ここはペイントアタック、キックアウトして大阪部ツーポイントのジャンパー、これが入りました。やっときましたね。そうですね、はい、ちょっとでもずれると簡単にシュート放てないという、そういう状況でしたね。なるほど、井出のシュートバックショット入らない。そして安藤、スピードに乗っていく安藤、ここはあっとバスケットカウント、まあいないんで。あ、なるほど。でもステップ切ってたのでそのまんま、はい、多分プラスワンだと思いますけどね、ファールに行ってるのはもうはっきり分かります。第2クォーターに入っています。チャールズ・ジャクソン、ケネディ、そしてジェニケ、今チャールズ・ジャクソン決めました。昨日の試合が実に7試合ぶりのスタメン出場なんですが、ザック・バランスキーは昨日に続いてのスタメンでした。アレックス・カークからセバスチャン・サイズ、決まった、バスケットカウント。いやビッグマンからビッグマンのパスですけどもね、いやああいうシュート放っていると、はい、ビッグマンはシュート力あるんでそのうち入ってきますよ。ああそうですか、はい、安藤シュート自ら打っていきました。カウントですね、バスケットカウント。得点はアルバレス東京、安藤シュートです。あーっとここでターンオーバーになりました。さあそして安藤ダンク、ここでたまらずタイムアウトは広島。しかもそのシチュエーションがこのスティールじゃないですか、大阪部ですね、はい、デニアでサイズ、そして安藤シュートのダンクになりました、はい、リフレクションなんていう言い方しますけど、こう触っただけなんですけども、コースが明らかにジッパーなんて言いますよね、ジッパー、はい、あっとここでスティール、寺島のスティール、そして浅山のスリーはどうだ、入りました。そしてアレックス・パーク、そしてサイズよく見ていた、スクリーンを使ってエチェニケ、もう一度行く、決めました。エチェニケの連続ポイント、ここでアルバルク東京がタイムアウトを使います。さあここでダブルチームに行きます。そしてあっとここでアレックス・カークダンク、予定通りですね、行動的には。なるほど、はい、ここはファウルになりました、はい、2番抑えない失礼いたしました、4番、ファウルは75番の大阪部、個人ファウル2つ目、チームファウル3つ目です。さあアルバルク東京、ここで時間を使い切って試合終了、74対66。